ダーツ、日本橋ビルは、東京都中央区に存在するオフィスと店舗の複合ビルである。矢部またきちが設計を手掛け、1927年に、竣工したルネサンス式の銀行建築である、川崎銀行本店は、同時期に建てられた東京日本生命館、丸前日本橋本店と共に、戦前の中央通りにおいて、高水準の西洋風都市景観を一体で形成していた。 川崎銀行本店は後に日本信託銀行本店として55年余り使用され建て替え工事に入る前の1986年に建物の一部が博物館明治村に川崎銀行本店として移築された。スターツ、日本橋ビルのエントランス元の建物の壁に取り付けられていた洋式柱を取り外し、二つを組み合わせて一本の新しい円柱を作り、 建物の正面に並べた。また、正面中央には同じく旧建物から残した装飾的な玄関も設置。ピロティは二層構成で、1階の左右外壁に旧建物の2階部及び開口部の腰壁を造眼している。このほか、川崎忠徳の事務所となった8階に旧建物1階営業室の天井デザインを レプリカとして取り入れるなど、形式的な保存や再生にとらわれることなく、ファサードをはじめ建物の随所に、旧本店の遺装を継承している。1991年には、第31回、BCS 賞を受賞した。2001年4月2日、日本信託銀行は、親会社の東京三菱銀行並びに、 三菱信託銀行と経営統合して三菱東京フィナンシャルグループを設立。同行本店営業部は同年10月に三菱信託が日本信託を合併後三菱信託の日本橋中央支店となった。旧三菱信託の日本橋支店を2003年9月16日ブランチインブランチとして当店内へ移転したのを経て 2005年5月31日の営業終了を最後に日本橋中央支店を日本橋支店へ統合。UFJ 信託銀行との再度の合併による三菱 UFJ 信託銀行への変更を経て2014年10月14日に近隣に竣工したメルクロスビルに移転するまで使われた。建物自体は今治造船を経て 2014年に不動産会社のスターツコーポレーションが取得、周辺に分散していたグループ各社の事務所を集約の上、名称もスターツ、日本橋ビルに改められている。また支店後には、高島屋日本橋店の時計専門館、高島屋ウォッチメゾン東京、日本橋が2015年10月7日に開業している。ありがとうございます。